消しの雨が降っていたその夜で、災いが忍者の里を万事谷に降りかかった。皇帝の暗殺部隊か、100年以上封印された暗黒巻物を奪った。恐ろしい力はまた現れ、世に平和からただき起こす。バカども、その野郎を捕まえろ。まともにくたばれ。万事谷を滅ぼす以来10年も経ったか。また残党がいたとはな。まあ雑魚ともなめたも、源氏の力は貴様のような凡人を。夢ってな。勝負だ、アマテラス。少子、貴様らの。このまま死ね。俺様を起こされたな。哀れな者ともよ。皇帝全員覚醒せよ。棒たち捨てればいい。なんで恐ろしい奴ら。やむをえん。いでよ。化け物か。忍子、君の実力は本物だ。でもこの世界は弱肉強食だ。我こそこの世界の真王なり。人は死んでから転生する。それは輪廻。中郎、元気でね。そう、じじい、今日こそ絶対山から降りるんだ。でない。出来損ないで不細工。その上に根性なし。ひどい。そこまで言う？あんた、それでも万事谷に勝ち。世間知らずのバカめが。自分そこまで強かった。これからわしが言うこと、てめえが生きていることを喜ぶ。この世界は秩序を失った後、全ての勢力よって数多くのパズルを破っていた。野心家は土をせすことを望み、もちろんてめえも含まれている。その土を制圧すれば、奴らもてめえに従ってくれる。皇帝はあんなに強いのに、なんであの場所はまた制圧されていないの？皇帝から見ると、奴らは相手になる資格すらない。
かなわないからそう言ったじゃない。万事谷を滅ぼした後、皇帝のアマテラス皇帝は神殺し計画を始めた。神殺し計画？この世の力の元は八甲子の念力。今まで神からその力を奪うなど誰も考えていない。けどあいつらはすでに4人の天神を封印した。8人が封印された時、世は皇帝に徹底的に支配される。師匠、俺も皇帝のように神を封印すれば世界が変われるか？おいクソゲヒ、頭おかしくなったか？クソジジイ、見てろよ。こんな乱世の中で生きることすら簡単ではない。あんたが死にたいならそれを叶えよう。でもその前に、かがでっこい。自由のためなら。最近皇帝の忍者が意地をてめえの偉人だ。ね、頑張ってね、お兄ちゃん。あいつら、俺一人で十分だ。けれどもめ、この俺様は指一本で片。お兄ちゃんすごい、アクギャリも弱いけど風に無事。しつこいな。でも師匠から、あのクソジジイわざと。大丈夫です、お兄ちゃん。小僧、俺を呼び出して。風十郎です、先輩。風十郎、ま、俺のおじいさんですけど。友の子孫か。誰だと思ったら皇帝の犬だったか。先輩って、奴ら万事谷の滅びの日。おじいさんが亡くなった日ですか。もう20年。死にたくないなら下がってろ。なんだよ。手具合のない奴らだ。お兄ちゃん、なんか、よし、全部。お兄ちゃん、おめでとう。新しい、
あれ、お兄ちゃん、それは破片。アホに。これが正義の力です。千本桜のレベル5。マジかよ。フジューラ20年。そうよ。何ボケてるの。これが正義の力です。サンキューな。ステージのレベル5だからより頑張ってね。あ、それぞれの英雄は各自よりの装備を与えることによって、なんか複雑そう。俺に触んじゃねえ。